吉田優子、一旦離脱するよ。ああ、そっちはスタッフルームで。はい。あ、もも、お客様として来てくれたんですか？なんか大事なこと忘れてるよね。大事なこと？大事なこと？ぼー。この料理がまずいのか？この料理美味しいですよ。そういう意味じゃなく、優子は私たちの交渉役なんです。いたずらに洗脳して労働力を搾取するのはやめていただきたい。この状態は健全ではありません。シャミ子よ、目を覚ますのだ。洗脳？待ちたまえ、リコ君。この店の店長は僕だ。僕が話そう。言っておくが、僕は強いよ。え？非戦闘員な上にえげつなく弱い怪我人のマスターがうちを守り、有利に交渉するためにハッタリをかけてくれるなんて。見直したわ。リコ君、人の戦闘力を勝手に開示しないでくれたまえ。一旦僕は強いという設定で進行しよう。はーい。全部聞こえてます。